毎度おなじみルローのチャンネル、ウルトラヒーロートイチャンネルです。ということで今回紹介するのはウルトラ怪獣アドバンスより電球怪獣ニジカガチとアースガロン元2ユニットとなります。前半のボス怪獣になるのかな、発表会でもね、出てたんですけど、失礼しました、発表会にも登場していた謎の怪獣、ニジカガチと、あとはですね、アースガロンの強化ユニットですね、こちらの、セット品となります。身長 60m、 体重45,000トン、二次写真として古来より人々に信仰されていた伝説の怪獣、尻尾は剣のような形状になっている、機体の鎧部分が開くと全てを焼き尽くす二次光線を放つということで、早速もうちょっと実は開けて作ってみました。本当はね、尻尾の部分が分割されててそれをくっつけるような形になるんですけれど、これがまず二次形でございます。ちょっとね、こう頭に鎧をつけた状態なんですけど、この状態かっこいいね。前見えてないんだろうけど、前見えてるのかどうなのかよくわかんないけど、かっこいい、非常に素晴らしい。この鎧をこしゃんと上に上げることで戦闘形態にね変形して中の顔も出てくるっていう、まあ昭和の怪獣だとガボラとかもいましたけど、令和バージョンになるのかな。で、そうね、カラーリングがね結構ね派手というか、赤、ピンク、黄色、青、一応オレンジもあるんだけど、ね、すごくいいカラーリングをしてますよね。オレンジもあるんだ。非常に派手な色使いをしておりますね。で、尻尾がね、剣になってて飛び出すギミックがついてるってことでいきますよ。こんな感じで伸びる。本当にほんのちょっとだけ伸びるんですけど、かわいいね。この剣どうやって戦うんだろう ね。裏側結構ゴツゴツしていていいですね。塗装はないんですけど、裏側ゴツゴツしていていいですね。これは間違えて踏んだ時痛いやつです。で、こっちがニジカちゃんの方だったんですけれど、そしてこれがもっと2ユニットということで、アースガロンのね強化武装になります。前編ではまだ登場していないんですが、こちらもじゃあちょっとつけて遊んでいきましょうか。3つ分割された状態で入ってるんですけど、組み立て自体はすごい簡単ですね。これとこれで、よいしょ。で、このショルダーアーマーみたいなのができましたので、これをそのままアースガロンの背中にガシャンと合体させるような形ですね。背中にモッド2ユニットをつけると、モッド2ユニットシステム起動というゲント隊長の音声が流れますね。全体的なビジュアルとしては、背中に砲塔をつけたような、2本のね砲塔をつけたような形になるんですけれど、そう、大先輩と並べてみましょうか。言ってみれば元ネタはこの2体ですよね。はい。まんまじゃん。まんま。大好きだからいいけど、まんまだよね。ドルゴの砲塔に似てるかなって思ったけど、またちょっと違うんだね。ちょっとこの辺、チェーンソーになってる。こう上下にね、動かしてあげたりとかもできます。ああ、取れちゃった。音声の方も元2ユニットにすることで、一新されてるみたいで、ちょっといろいろ押していきますね。ということで音声をちょっと鳴らしてみたんですが、
レールキャノンと多目的レーザー式ユニットになるのかな、うん、多目的レーザーかあーになるみたいなんですけれどまあ若干のこう抱き合わせ感はあるんですが、まあでも本当に二次価格は二次価格でいいですし、アスガロン買ってた人はやっぱこのキャノン砲欲しくなるもんね。うん、ストレートにもうこのパワーアップした携帯かっこいいし、やっぱりこうゴジラ見てた人にはすごく刺さるデザインなんで、まあこれは本当におすすめかな。アスガロンもこれでパワーアップ終わりなのかな、まだまだ冬までありますから、もうちょっとパワーアップするのかな、どうなんだろう、少し気になるところですね。はい、ということで二次価格値も大きくて迫力もありますんで、うん、二次価格値の方はね、まあもう僕はね顔隠してる状態の方が好きなんですけれど、うん、僕は顔隠してる状態の方が好きなんだけど、大きくて迫力のある、まあ、怪獣速尾かなと思いますね。アースガロン持ってる人はやっぱり押さえておいた方がいいアイテムかなと思いました。ということで、まあ、ウルトラ怪獣アドバンスの、二次価格値とモト2ユニットでございました。